グレゴリー、グレグル・ゼドスキーは、イギリスの男子プロテニス選手。1997年全米オープン男子シングルス、準優勝者。ATP ランキング自己最高位は、シングルス4位、ダブルス63位。ATP ツアーで、シングルス15勝、ダブルス3勝を挙げた。身長193センチメートル、体重90キログラム。バックハンドストロークは、片手打ち。 カナダケベック州モントリオール出身であり、当初はカナダ国籍でツアーに登録していたが、1995年5月にイギリス国籍を取得し、その後はイギリス国籍でツアーを回った選手である。現在はロンドン市内に在住している。左利きのビッグサーバーで、サーブの速度では世界最速を競う選手の一人であった。日本語メディアでは、グレックルゼドスキー。 グレグル・ゼドスキー、グレック・ルーゼドスキー等の表記揺れも見られる。ルーゼドスキーの父親はウクライナ系のカナダ人で、母親はカナダに移住したイギリス人である。1991年にプロ入りし、1993年7月にテニス連動選手権でツアー初優勝を果たす。1995年5月にイギリス国籍を取得し、 男子テニス国別対抗戦でビスカップイギリス代表としてプレーするようになった。1997年ウィンブルドン選手権で初めてのベスト8進出を果たす。1回戦で第7シードのマーク・フィリプーシスとのビッグ、サーバー対決を制したルーゼドスキーはその勢いに乗って勝ち進み、一気にセドリック・ピオリーンとの準々決勝まで進出した。同年の全米オープンでは、 8月31日にパリで交通事故死したダイアナ元皇太子妃の模章をつけてプレーしたことが大きな話題を呼んだ。イギリス国民の応援を受けて勝ち進んだ決勝戦でルーゼドスキーはパトリック・ラフターに3から6、2から6、6から4、5から7で敗れ、1936年のフレッド・ペリー以来となるイギリス人選手としての全米優勝を果たすことはできなかった。 その後の4大大会成績は、1999年、全仏オープンと2001年全豪オープンでの4回戦進出がある。オリンピックのイギリス代表選手としても、1996年、アトランタ五輪と2000年シドニー五輪の2度出場した。アトランタでは、セルジブルゲラとの3回戦まで進出したが、シドニーでは1回戦で、フランスのアルノー・クレマンに敗れている。 ルーゼドスキーは2004年と2005年にテニス連動選手権で2連覇を果たし、男子ツアー大会でのシングルス優勝を15勝に伸ばしたが、2005年テニス連動選手権が彼の最後のツアー優勝になった。最後の4大大会出場になった2006年、全米オープンではルーゼドスキーは1回戦で同僚選手のティムヘンマンに6から7、2から6、 3から6のストレートで完敗している。デビスカップ2007ヨーロッパアフリカゾーングループ1の2回戦で、若手のアンディマリーと組んだダブルス戦に勝利した後、ルーゼドスキーは33歳で、現役引退を表明した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、9、 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。